しましてですね、地域の皆様のご意見をお聞かせいただきたい。ここ山北町を愛する気持ち、そして県政地域、神奈川日本へとふるさとの思いを広げていくことによって、自民党の再生をきっと実現することができると信じ、個人のお宅でもいいと、あるいは公民館の畳の上でもいい、そういうところ、なかなか政治家が、地元の政治家もたまにしか行かないようなところに、訪ねていって、5人でも10人でもいいから7の声を聞かせてもらおうじゃないかということを大島幹事長が考えられまして、そりゃいいじゃないかということで、今日は私と西村康稔先生と2人で来させていただいたわけであります。意見書をかけさせていただいたんですが、なかなか竹谷総裁に届かない、こういうこともありました。しっかり上げていただいたものを、本部が、機構が見ていただけなきゃ、何をやっても同じなわけで、やはり地元の経済が良くなれば町も良くなる、町も良くなれば県も国も良くなる、順序が国が良くなせるには町、田舎が良くならないと決して良くならないというふうに思っています。地域振興って、その地域地域でみんな違うと、尺度が違うっていうことを一つ、お願いして、特に丹沢号ですね、これから過疎化になってきまして、山北町もちょっと人口減ってましてね、それでこれを支えていくには非常にこれから重荷になっているだろう。今朝5時に落ちて、私の持ち分がやっぱりあるんです。それをパトロールして、霜が落ちたので、エンカルの前で地域の住民の方の、コツを確保する、そういうことを我々やってるんです。日本の国土をこれだけ恵まれた国土、水はどこ行ったってちゃんとすぐそのまま飲めると、こんな国はないと思うんですね。ですからこれだけありがたい自然に恵まれた日本の国土をいかに守って、これからずっと永遠に引き続くかと。反対するとこはしっかり反対して、なぜ反対なのかということを言ってです、これは国会の場でもいい、街頭に出てもいい、そしていろんなこういうタウンミーティングのような形をぜひ、もっともっとやっていきたいと思います。参考になりました。また杉本先生から町に出ろ、もう大変重要なご指摘もいただきましたし、地方の声を尊重しろ、まさにその通りだと思います。戻りまして、谷垣総裁にしっかりと伝えさせていただきたいと思っています。山北町のふるさと対談、地元の皆さん方の率直な意見をいただきまして、東京に戻りましてしっかりと回答していかなければならないと思っております。